はい、どうも、ソワクマです。よろしくお願いします。今回なんですけども、今回は男性だけに限らず、女性の方でも脱毛に悩んでいるという方が結構多いようなので、ちょっと軽く脱毛について軽く喋っていきたいなと思いますので、聞いてみてください。まず本当にむちゃくちゃこう大きく分けると、脱毛のパターンは大体3種類あるんですけども、で1個が男性型の脱毛症と言われるもので、2個目が産後の脱毛症で、3つ目が、円形型の脱毛症と、その3つが大体脱毛の中でもこうメジャーな脱毛のやつで、他にも、まあ一応なんかストレスとかでとか、食べ物のせいでとか、ダイエットでとか、遺伝でとか、一応あるんですけども、大体この3つ、さっき言った3つが、大きく内容を占めてる動画になってますので、興味のある方は聞いてください。1個目の、男性型の脱毛症あるじゃないですか。で、男性型の脱毛症って結構女性ってあまり関係ないなと思ってるかもしれないんですけども、それが結構実は結構こう落とし穴になってまして、女性ってこうほぼがこう頭って女性ホルモンでできてるんですけども、前の動画でも上げてるんですけども、40を境に女性ホルモンって急激に落ちていっちゃうんですよ。で、女性ホルモンが急激に落ちると同時に男性ホルモンがこう頭角を現してくるんですよね、女性も。そうすると男性ホルモンが多くなっちゃうんで、結構こうご年配の方とかで髪の毛が薄い方とかって、実はもう女性ホルモンがなくなっちゃって男性ホルモンが多くあるから、結構年配のなんかおばあちゃんとかになっちゃうと、結構こう薄い方とかも中には結構いらっしゃったりとかするので、気をつけてもらいたいんですけども、男性型の脱毛症の特徴とすると、基本的にこう男性なんですがメインなんですけども、男性ホルモンというホルモンが男性には、女性にもあるんですけども、あって、で、5α リダクターゼというなんかこう酵素が存在するんですけども、その酵素と男性ホルモンが、この髪の毛を生やす工場のところでジヒドロテストステロンというものに変わるんですよ。で、ジヒドロテストステロンというものに変わることによって、髪の毛を作るっていう工場があるんですけども、そこの毛母細胞っていう髪の毛を作る細胞があるんですけども、その細胞をもう仕事しなくていいからってこう工場をストップさせちゃうんですよね。で、そうすると細胞分裂が行われなくなっちゃうんで、髪の毛が生産されなくなっちゃうという、工場の機械を全部ストップさせちゃうっていうのがジヒドロテストステロンというものなんですよ。地肌頭皮とかってほぼほぼ毛細血管できてるんですよ。で、毛細血管でできてるんですけども、その毛細血管をその髪の毛に必要な栄養素をが毛細血管をこう通ってこう頭皮とか髪の毛に行き渡ってるんですけども、それがそれすらも毛細血管を縮小してしまうっていうのが、さっき言ったジヒドロテストステロンっていうものなんで、もうこのなんていうんですかね、栄養素を遮断しちゃうわ、細胞分裂やめちゃうわってなっちゃうんで、そうすると必然的に髪の毛がバンバン抜けちゃうっていうのが、さっき言った男性型の脱毛症の怖いところで、で2個目の女性の産後の抜け毛っていうのは、女性ホルモンこう妊娠してる時って女性ホルモンがこうブワーって高まってる時らしいんですよ。で、本来ならば自然と抜ける髪の毛がこうあるんですけども、女性ホルモンがブワーって高まってること、妊娠して高まってることによって、本来抜けなきゃいけない髪の毛が抜けないままずっとこう一緒にこう抜けないまま行っちゃうんですよ。でそれが出産したと同時にホルモンの女性ホルモンのバランスが崩れちゃうことによって、今まで抜けなかった毛が一気にごっそり抜けるみたいな
今まで抜けなかった毛が一気にごっそり抜けることによって一気にこう髪の毛がこうブワーって抜けちゃうっていうのが原因なんですよ。なんでどうしても結構こうそれはこう妊娠して出産するとそれだけどうしても起こり得ることなので、でも大体半年から1年ぐらいすると正常化されて元に戻ってくるので安心してください。3つ目の円形型の脱毛症っていうのは原因が結構こういまいち解明されてないようなんですけども、一説によるとこの脳みそとこの頭皮って距離感すごい近いじゃないですか。で結構脳みそでストレスを感じることによってそのストレスが毛穴からこうどうしてもこうその抜けたいらしいんですけども、そうするとそういう一番近い髪の毛に一番伝達しやすいみたいな感じになるんで、そうするとそこから一気にこう抜けちゃうっていうのがなんか原因の一つであるみたいですね。なんかこうあとはなんかこう3ヶ月前のストレスが3ヶ月後に頭に現れるみたいな、ちょっとこう反応が遅いみたいで、3ヶ月前にすごいストレスなんか嫌なことがあったりとかしてストレス抱えてたことが3ヶ月後に頭に現れてくるっていうのが円形型の脱毛症の原因の一つみたいなので、できる限りそういうストレスはためない方が円形脱毛症になりづらいので気をつけてください。でさっき言った男性型の脱毛症っていうのは適切な処置をある程度行えば結構改善されることもあるので、ぜひなんかお医者さんとか美容室に相談してあげるといいと思いますので、興味のある方はコメントください。この動画楽しかったなと思ったりとかためになったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。